今の顔、何？なんか変な顔したっけ？全然覚えてないや。綺麗すぎて落ち着きそう。おしえんは別にしなくていいですけど、ぜひ押してください。押し増ししてください。何の話をしようとしたの？いや、なんか本当は田辺8時半とか8時半とか8時くらいにショールームしようとしてたんですよ。してたけど、なんか iPad で田辺ショールームしてるんですけど、この iPad がなんかあれでした、なんていうの、アップデートみたいなのされてなくて、それに時間がかかり、テレビを見てみたいな感じのことをしてたら時間がかかって、なんだかんだで10時になってしまいました。黒髪に、あ、本当ですか？どうなんだろう、なんかもう分かんないもん、田辺何色が似合うとか。まあこれ以外髪色変えたことないか分かんないんですけど。なんか暗いですよね、思いました、なんか暗いなと思いました。なんで、なんだな。なんかの話をすごいしようとしたんだけど忘れちゃった。何の話をしようとした。あ、そう、青が青春ガールズ公演ありがとうございました。青春ガールズ公演ありがとうございました。見ました？皆さん、今日さ、メイクと髪型が合ってないんですよね。髪型は結構大人っぽい感じかもしれないけど、メイク明日の公演これでやってみようかなみたいな感じの試しのメイクで、ちょっとピンク系にしたんですよ。だからちょっと顔と髪型が合ってないかも、ごめんなさい。あと今日マスカラ塗りすぎちゃって、塗りすぎたっていうかドバーってついちゃって1回で、すごいまつげが大変なことになってます。あ、よかった、田辺も青がめっちゃ楽しかったです。あ、そっか、青が終わった後に配信したんだショールーム、そういえばあやと一緒に配信したんです。そういえばそうなんですよ、青がね、すごいね、体が痛いです。田辺なんでだろう、やっぱり公演、違う公演やるとあるあるなんだけど体が痛くなります。なんだっけ、フェスじゃなくって、フェスはいつもやってるから、フェスじゃなくって、最終ベルの時もなんか体が痛くなる。ね、多分違う筋肉、違う場所を使うんだろうな、公演によって。そう、公演ね、センターさせていただいたんですよ。本当に緊張した。ありがとうございます。ありがとうございます、なんかな、ありがとうございます。緊張した。
やってない、初めてです。センター初めてじゃないですけど、あ、でもなんかこの間の僕の、でもあれはダブルセンター、僕の打ち上げ花火、まあセンターっていうか、あの追加曲1曲センターみたいな。ダブルセンターとかはたまにやったけど、ああでもね、うん、でもユニットだもんな、うん、地味に初めてですね。影穴ごめんなさい、本当にね、影穴あんな噛んだことない。なんかその前にちょっと動揺する出来事があって、めっちゃうわーってなってめっちゃ噛んじゃいました、ごめんなさい。ただ緊張したりするとすぐ噛んじゃうから、なんかこれから公演いっぱい出てそういうの直していけたらなって思ってます。直します、ごめんなさい。ユニットね、ユニットではセンターさせていただいたことはあるんですけど、他の曲で最近あったかなと思ったらあんまりない、なかった。あと、うん、うん、噛むんですよね、めっちゃ。でも違うの、田辺の噛むって滑舌、まあ滑舌もそんないい方ではないけど、滑舌で噛むんじゃなくて緊張動揺で噛むんですよ。ん？慣れてないくはない。だって影穴あんな噛んだことない、なくないですか田辺。噛んでも1回だけとかじゃないですか。すっごい気になんか影穴なのに他のことが頭をよぎって全然なんか言えなかったです、ごめんなさいね、本当に反省してます。なんかもうごめんなさい、本当にね、ごめんなさい。なんかそう、なんかもうダメだと思って思ってしまって笑いが出てしまった。ダメですね、気をつけます。なんかそう取り戻そうとすればするほど噛むんですよ田辺、そういうタイプなの。一回失敗するとあのどんどんミスしていくタイプです。多分それはね、ファンの皆さんなんとなくわかると思う。あれとか見ればわかると思う。バズらせますとか、プレッシャーにもめちゃくちゃ弱いタイプ。だから早くなんかいろいろさ、公演とかももっといっぱい出て直したいです。そういうなんだろう、動揺して噛むこと、ミスすることを。面白いのかな、わかんない。田辺は自分はさ噛んでてさ、もう やべみたいなさ、噛んだ、あ噛んじゃったみたいな感じだからさ、面白いかどうかわかんないんですけど、面白いですか。田辺が噛んだりするとあーまたみっちゃん噛んでるなみたいな、ニヤニヤみたいな感じですか、わかんない。
田辺的にはね、噛みたくないんですよね。でもさ、田辺さもうさ、あれじゃないですか、神キャラ、神キャラ、神キャラっていうかさ、もうさ神キャラではないけど、なんて言うんだろう、話す時大体ミスするみたいなの定着してません？そんなことない？動揺するキャラみたいな。そんなことないかな。和んでるのかな、わかんない。和んでるのかわかんない。自分は焦ってるからわかりません。え、そうなの。多分早くしゃべる、ちゃんと人並みの、普段さしっかり話すタイプじゃないじゃないですか、田辺。なんて言うんだろう、ダラダラダラ、別にダラダラ話してるつもりもないけど、結構ダラダラする話し方するじゃないですか。わかるかな。この間言われたら、話し方に抑揚がないみたいな。抑揚がない話し方をするじゃないですか。だから頑張って抑揚をつけようとするとね、噛むんですよ。しょうがないよね。だって今まで抑揚つけて話してきたことがないんだもん。煽りとか多分割と棒読みと思うかもしれませんけど、皆さん、田辺めっちゃ気持ち込めてますよ。気持ち込めてますよ。込めてるけど全然あれだから難しいですよね。煽り難しいなと思います。まあ、気持ちが伝わればいいかと思って頑張って煽ってますね。煽りを任せていただいた時は。でも頭のどこか片隅では、ああ多分棒読みなんだろうなと思いながら煽ってる。難しいね。ね、バカズを踏まないとですよね、と思う。何でもバカ、なんかバカズだ、バカズ、バスじゃないですよね。バカズを踏まないとですよね。すごい最近それは思うんですよ。天然とかは言われますか？
なんかたまに言われるけど、天然って何なのか、そなんかなんかなんていうの、天然って思わない自分のこと天然とは、なんか他のさ、田辺の天然っていうのは冬ちゃんとかさ、おるさんとかだと思って、田辺は単純に何も考えてないんだなって感じですね。田辺は天然ではないと思うんです。でしょ、田辺天然じゃないんですよ。なんか田辺は天然っていうか、あれが多いみたいな、なんていうんだっけ、節穴、なんかちゃんとやってきた、やってきた、よしこれちゃんとやってきた、完璧だと思ったら、なんだろう、あーこれやってなかったみたいな、忘れてたみたいな、そういうことはよくあるごめんなさいごめんなさい、輪ゴムで遊んでたあー恥ずかしい、今輪ゴム見ましたあーね、あそう、おっちょこちょいなの田辺って、なんか自分で言うとなんか変かもしれないけど、それはなんかでもね、見られないの田辺って、見た目がさ結構大人しそうに見えるから、まあ実際にそんなワーキャーワーキャーしてるタイプではないんですけど、おとなしそうに見えるし、まあ、実際におとなしい方だと思うんですけど、おちょこちょいなんですよ。あーでもマイペースもあるね、めちゃくちゃマイペース、ポンコツキャラ、あーいやでもそうですね、ポンコツっちゃポンコツだと思うの方よりですね、キャラではないですね、ポンコツ、ポンコツなのかな、なんかうんって感じ、マイペースなんですよね多分、いろんな面で。違うんです、ちゃんとちゃんとしてるよ、違うんですよ、あの違うんですよ、あのね、ちゃんと田辺もこれはしていかなきゃ、準備をしていかなきゃって思って準備していくじゃないですか自分で、今、まあ、準備してなんていうの、よしもうしっかり準備した、完璧と思うじゃないですか、思うと思っていって、これ確認するの忘れてたみたいなのがあるんです。節穴が多いんですよね、はあ、友達みっちゃんくらいの長さに髪切ってみたいと迷ってくるんですけど、切る時は勢いでしたか、勢いでした、田辺はその髪の毛を切る前日に髪の毛切るってなって確認を取って切りに行きました、スタッフさんに確認をすぐ取って、でそう節穴、いや瑞希ね、お母さんにも言われるんです、節穴女あなた節穴女だもんねみたいな、
なんか悪気があるわけじゃないから、なんか怒れないけど、でも不思議なだよね、わかんない、そういう使い方なのかわかんないけど、田辺家ではそういう使い方をしています。でも別に傷つかないんですよ、田辺は。あ、ひどい、全然傷ついてないの、田辺。だって、なぜなら、私のだって、気持ち悪い、自分のこと私って言った。なぜなら、田辺のお母さんも、不思議な女だから。そうですね、多分そうですね、日本語で言うとマヌケみたいな感じですね。日本語でも節穴も日本語じゃない。なんかね、性格は真逆なんですよ、お母さんと瑞希の性格は真逆なんだけど、なんかなんていうの、そういうなんていうんだろう、性格は真逆だけど変なところはめちゃくちゃ一緒なんですよ、中身が。田辺のお母さんも喋る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 って感じ。よくね、よくっていうか本当にあれだよね、反面教師だよねって言われる。でも全然瑞希はそのお母さんのこれが嫌だみたいな感じで思ったことはないんですよ。思ったことはないけど、反面教師に育ちました。反面教師って何？反面教師ってめっちゃ言われるけど、反面教師ってあれですよね、なんかこの人にはなりたくないみたいな、なんていうの、悪い見本として学ぶべき人、その人自身の言動によってこうはなってならないと悟らせてくれる人。草って感じ。な、別に悪いとは思ってないけど、悪いとは思ってないんですよ、お母さん。悪いとは思ってないけど、でも多分なんて言うんだろう、まあしゃべる、よくしゃべるな瑞希のお母さんって思ってたし、なんて言うんだろう、例えばさ、こうお出かけしてさ、知り合い、お友達に会いましたってあるじゃん、よく、あーなんとかさん、お久しぶりですねみたいになる時あるじゃないですか。そういう時はもう瑞希のお母さんが全部話してくれるから、瑞希は黙ってよ、黙ってればいいかみたいな感じだった。親じゃなくて同級生には友達になってないタイプ、いや、ううん、そんなことないと思う。逆に
友達になるかもしれない。なんだろう、田辺あんま喋んないから、喋んないわけではないんですけど、そんなもうバーっていっぱい喋ったりしないから、その分そのいっぱい喋る友達がいていい感じに調和されるみたいな。そうだから仲いいですよ、お母さんと。ね、なんかさ、なんか悪いところ、悪いところっていうか変なところ受け継ぎちゃいますよね。みずきはお母さんのそういうなんか節穴っていうか、ちょっと間抜けってか、おっちょこちょい。みずきのお母さんも結構おっちょこちょいなんですよ。おっちょこちょいなところを受け継ぎました。そういうものですよね。でも言われたことあるんです、なんかダンス田辺習ってたんですけど、ダンス習ってたんですけど、なんかダンスのその習ってたそのスクールみたいなところって、もうめその習っている人たちもその保護者もみんななんか仲いい感じだったんですよ。みんな喋るみたいな、よく喋るみたいな感じだったんですけど、なんかまあダンスだから当然振りを覚えるわけじゃないですか、先生から振りを教えていただくじゃないですか。でまあ覚えました。でも田辺なんか最初の方の振り忘れちゃって、ねえ最初のやつってここなんだっけみたいな、なんだろう、そこみたいなところを聞いたんですよ多分ね。あんま覚えてないけど聞いて、そしたらその子がめっちゃ笑って、なんかほんとそういうところママそっくりだよねみたいな感じで言われた。で田辺はへーしか言えなかったんだけど、自分でどこ何が似てるのかその時は分かんなかったから。今思えば多分そういうなんていうの、なんていうんだろうな、なんかしかもその振りもめちゃくちゃ簡単なところだったんですよ。なんかそんな難しい振りでもなくって、なんかもうささっと覚えられるような振りだったんですけど、それをなんでそこを忘れるみたいなところを聞いたから、多分で瑞希のお母さんも割とそういう感じなんですよ。結構なんていうの、すごい伝わらないね、話下手くそかもしれない。田辺なんていうの、わかります。そうそこ聞くみたいな感じのとこを田辺が聞いて、で瑞希のお母さんも普段の会話でもよくあるんですよ、瑞希に聞いてきたりするときあるんですよ。そこみたいな感じの時あるんですけど、今思えばやっぱりそういう変なところに似るんだなと思いました。わかる、なんか伝わらなかったごめんなさい、絶対伝わりにくかった今のは。あ、そう、最初に言ったじゃんみたいな、そうそういうやつ、そういうのを田辺はいつも忘れますね。いや聞いてるんだけど知らない間に抜けるんですよね頭から。
よくあるダンスの振り教えていただくじゃないですか先生から。そういう時もさ、最初に言われたところがなんか田辺ちゃん最初に言ってたここのところあれここで気をつけてねって言われて、あっごめんなさいみたいなよくある。でも田辺も悪気があってあれなんですよ、忘れてるわけじゃないしちゃんと聞いてるんですけど絶対最初に言われたこと忘れちゃうんですよね。うん、多分ね田辺ってそう耳からの情報ねえあんまり覚えてないかもしれない目からの情報の方が覚えてる。確かに確かに。なんか今日も田辺、ね、さっきマネージャーさんとの連絡でこれって何でしたっけって送ったんですよ。そしたらマネージャーさんが最初にも言いましたがってか以前にも言いましたがなんとかですって言われてもごめんなさいみたいなごめんなさい。でも忘れちゃったんだもん。めっちゃ田辺だって頑張って思い出そうとしたしいろいろ探したけど見つからなくてもう一回聞いた。ちょっと怒られちゃいました。はい、ちょっと言われました。ごめんなさい、本当に。田辺死ぬほど聞きますよ、何でも。分かんないことは何でも聞きます。スマホのメモ帳使うと、いやなんかそうじゃなくなんかどうしても携帯とか触れない時ってあるじゃないですか。そういう時に言われた言葉みたいなのがわかります。なんか田辺も反省会とかちゃんと紙に全部書いてる。もう全部書いてる。絶対忘れるから普段の先生から言われたことも結構割とメモするようにはしてるんですけど、そういう時絶対忘れちゃうんですよね。もうめっちゃ頭の中あれですもん。うわメモしたい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 と思っちゃうけど、でもできない時ってあるじゃないですか。で田辺ってねあれなんですよ、こんなねなんかね結構できないこと多いけど結構ねマジでできないくせに完璧主義なんですよ。知ってます知ってますってか初めてか知らないかごめんなさい。なんか国語のさ教科書なんか一文ずつみんなで読んでいきますみたいなのあるじゃないですか。よくすごいボサボサになってきた。あるじゃないですか。でだけどその前に最初に音読先生が音読して読むのでわからないところは振り仮名書いといてくださいって言われるじゃないですか。そういう時田辺全部書いてますよ。全部書いてる。だからその国語のさ文章読む時さみんながさちょっとあやふやな時あるじゃないですか。クラスの人なんか漢字ちょっと読み間違えたりとかあるじゃないですか。もう田辺は
もう全部書いてるからいつも自信満々、その時だけ無駄に自信満々なんです。ごめん、本当に本当にしょうもない自慢ですね、ごめんなさい。すっごい今自信満々に話しちゃった、自慢しちゃったけど、みんなごめんなさい。でもね、どうしてもね、そう、テレビ全部書くからね、書けない時とかもあるんですよ。でもそういう時は隣の子に聞いたりしてました、ね、これこれってなんていうの、ありがとうって。そう、テレビ事前に準備したい派、英語の発音とか全部書いて、いやでもなんか分かるところは、英語はでもね、田辺英語結構得意だったんですよ、英語は得意だった、英語はそんな書いてた記憶ないな。漢字が覚え、漢字が苦手だったから漢字をとにかく書いてた。確かに全部覚え、ま、覚えちゃう、覚える、書かないでも覚えるだったらめっちゃかっこいいですよね、全部書いちゃうんですよって。なんか自信満々に言ってるけど全然いいことでもなんでもない。あ、だから好きあれだったのかな、英語得意だったのかな、今はもう全然得意じゃないけど英語コツコツ系の勉強だから得意だったのかな英語。ごめん、同じこと2回言った。時間があれば、時間さえあればいろいろ何でもできる。でも英語は忘れちゃったよ、でももう覚えてない。しかも英語得意だったのは中学生の時です。高校に行ったらなんか普通になりました。最近毎日食べてるものありますか？リンゴ、リンゴにハマってリンゴを食べています。美味しいリンゴ。何分まで配信？50分まで配信しますね。そしたら田辺はメールを送ったりしなきゃいけない。リンゴはスーパーで買って自分で切って食べます。だってセブン、あ、ダメだ、ごめんなさい、やめておこう。コンビニのさ、リンゴよく売られてるじゃないですか。コンビニのリンゴってさ、200円弱、160-170くらいのさ値段でさ、で割り、なんだろう、だったらスーパーで買った方がいいなと思って。はい、と思ってお腹いっぱいにもなるし。
絶対リンゴって夏じゃないよね、夏じゃないよなと思いながら、でもリンゴが食べたくなって、リンゴ好きなんですよもともと、だからリンゴ食べてる。あとでも田辺セブンイレブンの冷凍フルーツシリーズ大好きでよく食べます。どうしても時間がない時とかあるじゃないですか、朝なんかこれ作る時間ないとか、そういう時はコンビニのフルーツとかよく食べる。マンゴー好きです。あ、ぶどうも好き。マンゴーと最近見つけたんですけど、みかんが売られてて、みかんもめっちゃ美味しかった。セブンイレブンさんのフル冷凍フルーツ美味しいので食べてみてください。セブンのエビマヨおにぎりはよく美味しいですよね。ただでもなんかピオスさんが前食べてて美味しそうと思って影響されて食べてめっちゃ美味しかった。マンゴー美味しいですよ、甘い。走った。ちなみに田辺はその冷凍のフルーツはよく皆さんはちょっと解凍させて食べる方多いですけど、田辺はもうカッチコチで食べるのが好きです。ちょっとだいぶ歯強いんですよ。やばい、めっちゃ痛いし、しびれた。そう、だいぶめっちゃね、好きなの。痛い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 。そうだ、好きなんじゃない、歯強いんです。小学校のね、時とかもねからイカとかが好きで食べてたんですよ、スズメ。やばい、痛い痛い痛い、ダメだ、痛い痛い痛い。なんでだろう、なんか変な座り方するかな。アイス最近食べてなくって、今日メールで送ったやつ久しぶりに食べました。白くんも美味しいですよね。今日メールで送りました。え、そう、田辺ってね、歯は強いんだけど足弱いんですよね。わかる、めっちゃ思う。よくくじくし。足首がめっちゃ柔らかいんですよ、田辺。足首のね、可動域、この回した時とかの可動域が異常じゃなくて、異常じゃないっていうか結構すごくて、だからよく怪我するしやすいんですよ。だから気をつけてます。あれ、あ、あれの怪我はもう全然痛くないんですよ。ありがとうございます。くじかないんで、なんかね、なんていうの、もともと多分ダンスとか新体操とかも習ってたから、なんかちょっとなんていうの、人体が緩いみたいな、私よくわかんない、人体がすごい緩いねって言われて、よくわかんない。多分ね、のちょっ
ょっと伸びてるらしくて、でも田辺は全然生活に支障はないからあれなんですけど、でもねなんかね足首じゃなくて田辺ね足柔らかいんですよ。よくねあれトレーナーさんとかにさこういろいろケアしてもらう時あるじゃないですか。なんかうつ伏せで寝てさ膝こう膝をさこれが足首でこっちが膝だとしたらこう倒すやつあるじゃないですか。あれとかも全然痛くなくペターってくっついてなんかすごいなんだろうストレッチにならないんですよ全然痛くなくってちょっと自慢。そこが柔らかいんです田辺マジで何も痛くない。なんか伸びてるなっていう感じも全然しない関節外れやすい。すごい。え、わかんない。関節外れたことないです。ごめんなさい最後に自慢しちゃってっていう感じなんですけど、そろそろ配信終わりたいと思います。明日はハタゴンさんの生誕祭ですね。ぜひ公演見られる方は一緒に盛り上がっていただいて、来られない方は DMM でぜひ見てくださると嬉しいです。ということで田辺はこれからメールを送ろうと思います。はい、それではおやすみなさい。